話し下手の人ってよくいるじゃん俺あの多分話は割とうまい方なんだけどもそれでも自分より話うまい人見たらねやっぱあこんなにうまかったら便利だろうなとかちくしょうとかって思うんでだ,だから自分のこと話し下手だと思ってる人ってそういうふうなことを考えることがすごく多いと思うんだけどもあの基本的に自分が話を伝えるのが下手だと思う人は、えー、今から言う2つを気を,気をつけてくださいまず1つ目、えー、口数が少ない人口数がね少ない人ってよくいるでしょう でえー、皆さんの中の多分半分ぐらいがそうだと思うんだ人前でうまく喋れなかったりしてとりあえず口数が少ないとでそういう人はね、えー、と思っているより4倍ぐらいいっぱい喋って3倍とか4倍いっぱい喋ってでなかなかやりにくいと思うでなんでかっていうとねあんまりね喋れない人っていうのは正確な言葉を使いすぎるんだよね。あのどういうふうに言えばいいだろうとかどんなふうに言えば正しく相手に伝わるだろうっていうふうに思っちゃうんだよ。 それを先回りして考えるから多分脳の要領をそこでかなり使ってるんだよねで言葉ってさ正しく使っても相手に誤解されるんだよ俺なんでさもう,もう最近は特にどこ,でどこで何を喋っても相手に誤解されるからさ相手に正しく理解されるとかさあの思いとか考えが伝わるっていうのはねもうちょっと諦めた方がいい。口数が少ないい人というのは実は実言葉に敏感で どちらかと,いうと文学的な人がが多いんだ僕が知ってる限りなのでそういう人は3倍から4倍ぐらいいっぱい喋ってなんかねこうかもしれないああかもしれないこうかもしれないって言ってスケッチでいっぱい線引くみたいにして表現した方がいいもう一発で漫画のペン入れみたいな線をシューッと綺麗に引いて表現するんではなくてもっとシャッ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 とデッサンみたいにやった方が多分相手に考えてることが伝わりやすい。つまり口下手の人は 普段の4倍喋る。尻滅裂でいいと言ってくるけど、尻滅裂で構わない。尻滅裂で相手がね、意味を拾ってくれるから。相手を信頼するんだよ。いろいろいっぱい言ってたら勝手に意味を拾ってくれるから、言葉がなんかこう少ない人はそうやって相手を信じて自分の言葉をいっぱい投げ出して、相手に拾ってもらう方が、なんか伝わった時の喜びがすごい大きいから、絶対これやった方がいいよ。で、逆にね、口数が多い人。もう俺みたいなもんだよね。口数が多い人はね、 難しいんだけどさ、えー、10分のししか発言しないだよね、えー、つまり口数が多い人っていうのはいろんな言い方で説明しようとするあまり例え話に流れすぎるんだ。 あのさっきの俺の例で言うとあの車とパソコンぐらいがもう限界だよねこっから先例を増やせば増やすほど何の話してたんだっけになってくるじゃん表現として面白くなっていくのはそれはいいんだけどもそれではね話が伝わりにくいんだつまり何だろうなあのいつも思ってることを3分の1とか4分の1では足りないもう本当に10回に1回ぐらい吟味するこれがさっき言った島田信介が娘に言った言葉だよね。つまり 十ぐらい考えて一返せっていうことは逆に言えば十分の九は思いついても黙ってろってことなんだ。それをやるとね、すごいね伝わりやすくなるからやってみてください。